米軍作成の識別済むき型駆逐艦は日本海軍の駆逐艦の艦級。イギリス駆逐艦の模倣から脱却したミネ風型、神風型の流れを組む最後の艦型で日本駆逐艦として初めて61センチメートル魚雷発射艦を搭載した。12隻が建造され、すべて太平洋戦争で沈没した。1922年に ワシントン軍縮条約が調印され、従来の軍備計画の中で製造未訓令の間の予算が整理され、新たに対象12年度艦艇建造新計画が策定された。このうち、駆逐艦は1等駆逐艦22隻2等駆逐艦15隻が整理対象となり、新たに軍艦製造費で3隻 補助艦艇製造費で21隻の計24隻の1400トン型駆逐艦が計画された。なお、2等駆逐艦は計画されず、この計画以後は1等駆逐艦に統一された。これに先立つ1920年、軍令部は将来の第一線の駆逐艦は、航続距離、量波性などを考えて、排水量を1600トン以上に、 魚雷は5 3トルに変えて6 1トル魚雷を早急に装備することを強く要求していた。この背景があり、補助艦艇製造費での建造21隻は計画が変更され、1400トン型13隻と1700トン型5隻に改められた。結局この計画で1400トン型は計16隻が建造され、 最初の4隻は神風型になり、残り12隻が本型となった。また、1700トン型5隻は吹雪型となった。基本計画番号は、福井によると12隻すべて F41E、岩井によると無月から、佐月までの5隻が F41E、水月から菊月までの4隻が F41 回、三日月は、不明、もち月、 夕月の二隻が F41G である。ムツキ命名前の艦型故障は、第19号型駆逐艦、ムツキ戦没後の艦艇類別表上はう月型だが、いずれも基本設計上の同型でありムツキ型と、通称する。別称も存在するが、当時は、公文書でも、艦艇類別表と異なる艦型表記は珍しくなく、艦型併装で区別した故障化は不明である。 船体は神風型とほぼ同一でタートルバック型の船首楼を持つが、艦首形状はスプーンバウからダブルカーブドバウに変更された。さらに艦首フレアも大きくされて、艦首平面が少々太った形状になり、両派性の向上が図られている。61センチメートル魚雷発射管の装備のため、船首楼後端が切りかかれた。その選手楼後端の形状は、ムツキからの後席には、 原則上端にエッジがあり、つき以降の7席にはエッジがなかった。環境は神風型高機関と同様、羅針環境の前面と側面に、構成の固定式側板が設置され、窓ガラスが入れられた。天外は従来通り開放式のままである。また、羅針環境広報の環境休憩所見、水雷式所の上部は側的ところとされ、2メートル即距義1機と、 その左右に3 0トル信号用単焦灯、各一機が設置された。探偵艦板下部は神風型高機関同様に、左舷が閉塞されている。閉奏では、日本駆逐艦として、初めて6 1トル魚雷を採用した。主力艦の水中防御力が増し、従来の5 3トル魚雷では、能力不足とされたためである。 魚雷発射管は61立方センチメートル、連装発射管2機6門になり、予備魚雷は6本を搭載、全部煙突源と後部煙突両源の3箇所に各2本ずつを格納した。方向並走については、12センチメートル手法は、神風型と数、配置ともに同じ4門を装備した。機銃は神風型後機管4隻と同じ。 止め式機銃二丁を装備し、装備位置も高機関と同じで、羅針環境から一カンパン下げた、探偵カンパン左右限に、各一丁ずつを装備した。艦尾には八十一式爆雷投射機、爆雷装填台、各二機を装備、爆雷十八個を搭載した。その他、無月から長月までの八隻は一号機雷投下軌道2条を設置。 機雷は16個搭載とされた。菊月以降の4隻は、機雷投下軌道に代わり大型ウィンチ、パラベーンなど、総海装備1式を備えた。機関は神風型高機関と同じ、加熱機付けロゴカンポン式重油戦勝艦4機と、カンポン式タービン2機を装備した。ただし、弥生のタービンは、メトロポリタンビッカース社から輸入した、メトロポリタンビッカース式、長のそれは、 石川島造船所製造のツエリー式だった。これは従来のタービンには故障が頻発し、比較参考のために導入したものと思われる。排水量はこれらの改正で、紙風型に比べ約50トン増加し、復元性能は最初の計画間に比べて大きく低下していたが、新造時に対策は取られなかった。また後日の調査では、 船体中央部に強い応力のかかっていることが分かった。竣工後の主な階層は以下の通り。1935年の第4艦隊事件では無月、菊月が環境悪化など直接の被害を受けた。そのために1937年頃まで復元性能を含めた性能改善工事を行った。主な工事内容は以下の通り。これらの工事により、 1938年の時点で、排水量1926トン、速力32.5ノットとなっていた。海戦時の兵装は、田村によると、対空機銃は三日月、佐月、水月、ふ月の4隻が7 7ト、mm、ル機銃2丁、その他の8隻は7 7ト、mm、ル機銃2丁に、加えて、単小燈後方に機銃台を設け、1 3ト、mm、ル。 連想機銃1機を設置と推定している。無月型に関しては、資料不足もあり、対戦中の変遷はほとんどわかっていなかった。加えて、無月型には重複した内容の機銃増備訓練が出されており、また実際の改装も日本に寄港した際に行われるのがほとんどのため、大きく遅れて工事が行われたり、また工事が行われないまま戦没する感もあった。 さらに訓令通りに工事を実施しない感もあり、その変遷は非常に複雑となっている。例えば1943年に、ムツキ型、神風型、ミネ風型の一部ボイラー、主砲、魚雷兵装を撤去し、対空火力を強化した上で甲板に、特型運化船2機を搭載する改造を行う計画があったが、ムツキ型で工事を行ったのは宇ズ文月、三日月、 夕月、艦を撤去したのは、う月と三日月のみで、手法の広角砲艦装は、未実施となった。三日月の場合、アメリカ軍撮影による同艦の最後となる写真が、残されている。蒸気通達やこれらの写真から、兵装は、以下の通りと推測される。通達と写真の状況はほぼ相違なく、後部煙突三元の予備魚雷格納箱撤去も、実施されたと推測される。 また、アゴー作戦後の兵装装備の状況調査によると1944年8月31日時点での渦木の兵装は以下のようになっていた。略図によると完備には終停発進用のスロープが設けられていた。また、煙突の太さは従来のままに描かれているが、ボイラーは訓令通り一気撤去されており、出力2万8000馬力。 速力29.5ノットになっていた。官邸研究家の田村敏夫は、煙突下部のボイラーからの煙地出口を塞ぎ、工事量節約のために、煙突はそのままにしたのだろうと推測している。同じく8月20日不調査のサツの場合はで、予備魚雷格の箱、爆雷投射機、同等化軌道、電端は図に描かれていない。88艦隊計画による、大玄関計画により、 官名不足が心配され、神風型、ー、若竹型より、駆逐艦は、番号名となった。しかし、ワシントン軍縮条約により計画は、中止、官名不足の心配はなくなり1928年8月1日付で、神風型駆逐艦、若竹型駆逐艦、無月型駆逐艦、吹雪型駆逐艦等の固有艦名へ改名した。無月型12隻は後、 させボチンジュフに所属した。第22、23、30くち隊で第2水雷戦隊を編成。吹雪型の竣工以降は1935年頃まで第1水雷戦隊所属となった。上海事変や日華事変では中国方面に進出、様子交作戦にも従事した。太平洋戦争ではミネ風型、 神風型が主に日本近海での船団護衛についたのに対し、旧式ながらダイソーと紅葉性能に勝るムツキ型は中部南太平洋の戦線や船団護衛に投入され、半数の6隻がソロモン方面で戦没した。1941年12月の海戦時、第6水雷戦隊の第22駆逐隊と第30駆逐隊が中部太平洋、 第5水雷戦隊の第23駆逐隊が東南アジア方面に進出し、三日月は第3航空戦隊所属で内海に待機した。第30駆逐隊は海戦直後にウェーク島の戦いに参加し、キサラギが沈没。その後は第22駆逐隊と共に南洋に進出し、三5回海戦などに参加。1942年5月に、つらぎで、 菊月が沈没した。第22駆逐隊は、フィリピンやジャワ島攻略作戦、バタビア沖海戦などに参加、イン作戦が終了すると、三日月と共に、南西太平洋方面の戦団護衛任務に就いた。1942年7月以降、ムツキ、ヤヨイ、ウズキ、モチズキ、ユウズキは激戦のソロモン海を中心に輸送作戦に従事した。 8月の第二次ソロモン海戦で、ム月、9月に東部ニューギーニアで、弥生が沈没。1943年1月以降は、旧第22駆逐隊も南東方面に順次投入され、2月のガダルカナル島、撤退作戦などに参加した。7月に、長月が、クラワン野戦で、三日月が、ニューブリテントを置き、10月にはモ月ズが、同東沖で沈没。 1944年2月に、ふずきがトラック島空襲、6月に、みなずきが、たびたび島で、米潜水艦に撃沈された。残るうずき、さつき、ゆうずきは8月以降に、フィリピンへの輸送作戦に参加するが、9月に、さつきが、マニラで、うずきとゆうずきは12月のオルモック輸送作戦で沈没し、全席を喪失した。の 宇宙きで編成。1923年12月1日に、第29駆逐隊へ統合され解体した、神風が駆逐艦4隻からなる仙台に続く2代目の、第30駆逐隊である。佐世保神樹布席の佐月、水月、文月、長月で編成。1925年11月5日に、川が駆逐艦4隻からなる仙台第2二。 駆逐隊が横須賀鎮守府第六駆逐隊に転出した後に続く二代目の第二十二駆逐隊である。佐世保鎮守府赤の菊月、三日月、餅月、夕月で編成。1925年11月5日に川形駆逐艦四席からなる仙台第二十三駆逐隊が横須賀鎮守府第七駆逐隊に転出した後に続く二代目の第二十三駆逐隊である。 ありがとうございます。